はい、ということでどうも皆さんこんばんは、そらです。台風の中引き続きバイオハザード7やっていきたいと思います。前回からの引き続きなんですが、このランタンを持って、この旧館の上のここの鍵を開けるということでやっていきたいと思いますので、そこまで、カット。で、苦しいなこれ。で、んだよこれ。よし、やってきたぞ。ここな。これランタンっていうかこの紐引っ張りゃなんとかなるんじゃないの？なんないの？いや紐引っ張るってこれを押し下げればいいのでは。開いた？よし、行くか。くら、待て、子供部屋。うわ、こう、もう新しいと来たらもう必ずイモるの。これ俺の性格を表してると思ってください。まだ開いてる？開いてんねえ。いや、怖え。くれえのやめてほしいよね。いけんし、なんもないんかい。なんもないんかい。出てこいよ。誰もいない。怖いな。いっぱい靴あるんだけど、どういうこと？My family, my family, my family. エブリン。ほうほう。また知らん名前ですね。エブリンちゃんが、エブリンちゃんか。まあ、あの子って言ってるから、子供が一人ね、なんか、ゾーイとも違う、なんか子がいるんだろうけど、エブリンちゃんかな、それが。それがどういう子なのか、未だに分かってないって分かってない。一度ミアが、ミア捜査の時に、見た覚えがある。多分、まあ、その子かどうか、うわ、その子かどうかは分からん、何これ。その子かどうかわからんけど、まあその子ぐらいしか思い当たる節がない。何これ、どうなってんだろう。顔面ぐちゃぐちゃになってない？ベコベコになってんじゃん。やめなよそういうの。船、バキ、タイタニック号みたいになってる。怖い。でもめちゃくちゃド慎重にやってるけど、なんか音がする。あれ、何、どうしたの？なんか口からこぼれてるよ。気持ち悪い。これさ、そのエブリンちゃんがいわゆる霊的なものなのかなっていう、まあ、こういうのも含めてね、こういう現象も霊的な存在なのかななんて思ったりするけど、でバイオハザードってホラゲーではあるけど霊的なものは出ない気がしてるが、一応何かしらね、寄生虫だとかウイルスだとかで説明、何、科学的にというか説明してる部分はありけりやからさ、そういう非科学的な、この先何、汚染部屋、
非科学的なものはあんまりない気がするんですけど、これはなんかあのぐじゅぐじゅの化け物が出てきそうな雰囲気してません？おい、そういうのマジでやめろって。普通に地味にビビらしてきてんじゃん。え、なにこれ、どっから、え、これ追ってきたの、こっから投げ込まれた。バカ、よく見てなかった。ふざ、ちょ、ま、え、な、今、え、こう台風の音なんかゲームの音なんかわからんやんけ。待って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 、なんか音、もう怖い。彼女に何かが起きている。彼女って誰が、誰が誰に向けて言ってるか、ちゃんと文章を。この先は、あ、監禁部屋。あくー、あー、こっち側行けんのか。あ、 あっち側行けないの？あっち側は行けないのかな？あ、え？あっち側行けないの？あっち側行けないでいいのかな？じゃあ先進みましょう。ちょ、お前普通にホラーすんのやめろって。おい、殺すぞ。出てこいよ早く。あ、待って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 、こっちに来ないで。はい、行きません行きません。ちょ、そ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 、はーい、はーい。行きません。いや、行くけど、行きますけど。なんでライト消えた？もう霊的ななんかやん。サイコメトリーやん。あ、まあ、サイコメってちょっとちゃうか。ボールがある。いや、行きたくねえマジで。もうマジでさ、なんかなるかなと思ったけどならんかった。若干の現実逃避も入ってたよね今の。監禁部屋、もうさ、な、部屋の名前が仰々しい。あくんかーい。ベッドがある。子供用のベッドみたいな感じを受けますが、ここにずっとエブリンちゃんを閉じ込めたのかな。すげえ、なんもねえ、ミニマリスト。いや、もうクソほどビビってっからね。もう遅えとか言うなよマジで。本当にもうやれ。この怖さ、この、いや、マジ怖っ。これね、オッケーオッケー。そこになんかあるね。ここ開くんじゃない？え、ここ開いたら何があんの？でもないよな、部屋みたいな。地図上はね。これはなんかあるか？ないな。ちょ、ちょ、ミニマリストの部屋かよ。これ絶対開くじゃん。これなんかあるよね。でも何もできないの？無理か。いやー、いやー、開けたくねえ。開けたらなんか出るでしょ。腕があるんでしょどうせ。あれ、ない。ちょっと待って待って。 あ、これね、はいはいはい。え、で、意味わかる。この部屋のことを言ってるんでしょ。で、俺がこう怪しいよねっつって、ここがあるんだろうけど、そういうこと。
ょっと待って、この先何、地図に載ってないんやが。いやもうやだー。ああこの腕、え、何これ、どうなってんの。右腕だけ違うよね。で女の子みたいな、いやえげつねえ顔。いやムービーみたいなのに入ってる。マジかよ、多分これだな。そう取れるかい、多分これだな。で取れる、取るもんじゃねえ。待って待って、迫真の BGM。やっべ、待って、すーげえ鳥肌だった今年一番鳥肌だった、今年一番鳥肌だったから。あれおかしくない、 こんななかったよね。たぶんやだ、逃げる。うわー、びっくりした。おいあれ強くない、おら、うー、実体があってこ、あれ強くない、あ、不死身、え、違う、え、うん、逃げよう、バイバイ。お前倒しても別になんか落とすわけでもない。あー、いやー、逃げる逃げる、バイバイ。なんか落とすわけでもないからね。おい、戦略的絶対オッケー、もう行かねえわ、あっち。なんかアイテムがあったかもしれんけど、知らねえ知らねえ。よかった、幽霊とか出てこなくて化け物なら大丈夫だ。逃げるか倒せばいいからねよしよしよし、これを手に入れたから、この腕ね。はあ、気持ち悪い。さて、お、鳴った、鳴るんかい。ハロー、腕はあった、あったよ。ああ、見つけたよ。本当にこれで下水を作れるのか大丈夫、大変やったんで。下水を作ったらここから逃げよう。ああ、もうトレーラーで待ってよ。オーケー、分かった分かった。お、もうなんかさ、もうちょっとなんかないの。割と大変だったよ、褒めてほしいわ本当に。あ、あった、おう、うめえみたいな。そんなんで終わらせていいわけねえやろうが。怒るぞ、どうしようかなどうしようかな。このままトレーラー行っちゃう。セーブしたい、マジで。いや、行っちゃおう。さあ、ゾウイちゃんと会えますね。いや、もうなんかいいわ、どうでもそんなことよりセーブしたいあー、疲れた、もうやめろって。やっぱ幽霊の怖えよ、幽霊みたいなやつの方が。ダメよ、待ってよ。トレーラーね、オッケーオッケー。おんのかな、じゃあ構えていく。おい、あ、電話、ちょっと待って、出るか。おい、いねえのかよ。おい、どこにいるんだ。いや、まあいい、あとはお前が持ってる頭だ。これでミアが助かるんだろ。いや、相棒、お前に教えといてやるよ。そういうやつはな、今ちょっからお休み中なんだ。ミアと一緒に俺んとこにいるからな。まあ、そう心配すんなって、二人とも仲良くやってるぞ。今すぐ二人を離せ。どうするつもりだ。
そんなこと教えねえよ。そいつは俺たち家族の問題でお前には関係ねえことだからな。わかんだろ。いいか、この頭が欲しいなら俺んとこまで来てみろよ。そしたらくれてやってもいいぜ。ただその前にお前にやってもらうぞ。なんだよ、お前のために考えてやったんだよ。早くやれ。ゲームだと。ああそうだ、ワクワクするだろ。そう焦んなって。でも要点を言え、早く。ムカつくな。まず最初にやることは言うぞ。相棒、そのトレーラーの冷蔵庫の中に何が入ってるか見てみろ。ふざけやがって。おいおい、なんだよ、しらけませんのか。もっとゲームを楽しませ。いいか、とっとと冷蔵庫見やがれ。オッケー。ちょっとセーブするわ。じゃあ、あの野郎マジで本当に。あ、そういえばさ、ここになんかある。マグナム、やったじゃん。マグナムか。でもまだいいや。あーめんどくせえ、あのクソ坊ちゃんがよ。なんだよ、何が入ってんだよハゲ。あ、保安官、地下の解体室でポリコーガン持ってるじゃん。あー、あいつ復活するんか。え、あそこに戻れと。解体室で保安官補佐の死体を探す、そういうことすんの。マジで。俺もう一回、もうなんかマーガレットの時より疲れたわ、普通に。もうここで終わりてえわ。でも時間的に全然、実は全然時間が経ってないっていう衝撃の事実。どうしよっかな。あ、待って待って待って。ヘビの鍵とか持ってないしな。そういえばこの辺とかも全然行ってないよね。行きたくねー。解体室ここ、うわ、行きたくねー。比較的真面目に行きたくねー。え、待って、さっきのさ、このぐじゅぐじゅの化け物いたじゃん。あれなんか強くなってなかった？あ、こっちだね。その強くなったやつがまた地下室で出てくるのかな。それありうるよね。ていうかボス戦、今んとこ。いやでもぐじゅぐじゅ言ってるよ今んとこ。おい、オートセーブ入ったよ。あれ、びっくりした、ビビらせんのババア。お前なんなんだよ。いやマジこれ何、本当に。この先やんねえ。いやー、縮めとこう。おらんやんけー。あ、いや、ここにある。なんかさ、あのジジイがさ、あ、お前じゃないの。すげえ音したけど、もうハンドガンで対応できる敵いないんじゃないかな。うわ、いた。なんじゃお前。え、し、なんだよ、雑魚やんけ。いや、びっくり。
っくりした。なんか出てきたからこっち見たけど見えんかったもん。視線が低すぎて。でもこいつあれだな、姿勢が低いだけで、もともとのこのぐじゅぐじゅのやつと一緒だな多分。知らんけど。さっきの監禁部屋で見たやつの方が強かったぞ。あいつはなんで死なんかったんや。そのドアが勝手に閉まるのはさ、大丈夫なんだよね。あ、このギミックは変わらずなんやな。なんかねえかなアイテム。ちょっと聞こえ、ちょっと風の音、雨の音で聞こえないけど、なんかうめき声みたいなの聞こえたぞ。こっちか。うわ、死んでねえじゃん。死んでるか。関節これ固まってびくともしない。余ったらい匂いが鼻つく。すでに腐敗が始まってる。マジか。蛇の鍵。そいつを持ってれば2枚の基盤を探すのに役に立つぞ。で、基盤があれば楽しいパーティーに参加できるってわけよ。まあ、せいぜいやばないさ。なるほどね。監視カメラでもあんのか。何基盤？ルーカスの2枚のチケットを探す。よくわからんが、ここを行けるってことやね。行くか。びっくりした。俺ザコがよ。あれおかしいな。やめて。おい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 、聞いてない聞いてない。ちょっなんだここは。よしいけ。おいおい、通せ。もうむし。おびっくりした。ついてくんじゃねえよ。やったか。なんだよお前、気持ち悪い。撃っちゃったよ結局。はあ、終わっていい？まだやな。バーナーがなんかあんまりか。でマグナムはあれだから、グレポンもな。ないんだよな、弾がな。あ、なったわ。キリがいいかな。ちょっと早いかもしれんけど。まあこれぐらいにしておっかな。めちゃくちゃ疲れた本当に今日は。じゃあとりあえず、あ、何すりゃいいんだ。蛇の鍵を手に入れたから、あれここさ鍵開かないよねまだ。どうしよっかな。蛇の鍵を手に入れたから、この辺の鍵とかいっぱい開けられるってことだよね。それちょうど2箇所。あと他にあるかな。ないよね多分。
だからちょうど2箇所だと思うから、こことここになんかそれぞれチケットがあるんじゃねえかと思うんで、次はそっからやりたいと思います。はぁ、もう疲れたわ。じゃあまたどっかでお会いしましょう。バイバイ。おつおつおー。